浜松ウォッチング。さあ今月も始まりました浜松ウォッチング、司会の高橋正澄です。はい、アシスタントの原さやかです。今月もよろしくお願いします。さあこの浜松ウォッチングではですね、浜松のですね情報を皆様に分かりやすくお届けしようという番組ですが、今回のテーマはいよいよ開催第3回国際ユニバーサルデザイン会議2010 in 浜松というテーマでお届けします。まあ、このユニバーサルデザインということで今回どのような、ね、お話を伺えるのか、はい、早速ですがユニバーサル社会男女共同参画推進課の松尾慎二さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松尾さん、このまずユニバーサルデザインって聞くと僕たちなんかがこうイメージするのは、まあ、例えばその車椅子を利用する方々がこう段差をこうなくしたそのバリアフリーっていうんですかね、そういう街の使いやすさっていうものをこう考えてしまうんですが、これで合ってるんでしょうか。基本的には間違っていないんですけれども、はい、ユニバーサルデザインはバリアフリーの考え方を発展させたものなんですね。バリアフリーの発展と言いますと、まずバリアフリーは高齢者とかあるいは障害者の方が生活する上で感じるバリアを取り除くという考え方なんですね。で、例えば車椅子の方のために段差にスローブをつけたりする、まあ、これがそうなんですが、はい、まあ、一方ユニバーサルデザインはあらかじめ段差が生じないように設計します。で、バリアとなる段差がなければ高齢者や障害者に限らず全ての人のために使いやすくなる、こういうことなんですね。街づくりやものづくり、まあ、そういったものを進めていく上で年齢、能力、国籍、障害の有無、まあ、そういったものが人々が持つさまざまな特性や違いを認め合い、できるだけ多くの人が利用しやすい環境、まあ、それを整えていこうとする考え方なんですね。利用する立場の方の思いを浮かべてですね、計画したり行動することが大切になります。なるほどね。まあ、これから作っていくものをもうあらかじめそのバリアを生じさせないものっていうもので計画していけば住みにくさもどんどん減っていくということですよね。そうですね。ユニバーサルデザインで私たちのこの身近にあるものってどんなものがあるんですかね。たくさんあるんですけれども、うん、例えばズミさん今携帯電話をお持ちですか。本当は番組中は持っちゃいけないんですよ今日だけ特別に。今日は持っててって言われたんで持ってきましたボタンの5のところに何かついていませんか。5のところにで、なんか丸いこう突起みたいなのついてますね。それもユニバーサルデザインなんです。え、これは何のためについてるんですか。これがあることによって、視覚に障害がある方もボタンがどこにあるか分かりますので間違えずに打てますよね。ほんのちょっとの工夫で使える人の幅が広がるということなんです。なるほど、気づかなかったそんなこと。そうです ね、 ね、私たちでもこう手元見ずに打てそうですね、これなら。多分できると思います。使いやすくなりそうですよね。他には例えばどういったものがあるんでしょう。あとこちらにあるシャンプーとリンスなんですが、はい、違いが分かりやすいようにシャンプーにはご覧のようにギザギザがついております。実はこれもユニバーサルデザインなんです。あ、そうなんですね。これね、違いが分かるんだ。なるほど、今まで何のためについてるのかなと思ってたんですけど、うん、確かにこれなら見なくてもこう髪洗ってる時に目つぶったままでも分かりますよね。分かりますよね。この他にも街中にはユニバーサルデザインがいっぱいありまして、はい、外国語を表記した看板、エスカレーターやエレベーター、床が低くなっているバス、音声案内がついた地図など、さまざまな事情を抱える人にも使いやすい環境づくりに努めています。私たちの生活の中に結構ユニバーサルデザインってたくさんあるんですね。ユニバーサルデザインに対して浜松市としてはどのような取り組みをされているんですか。はい、浜松市は全国に先駆けて浜松市ユニバーサルデザイン条例を制定しました。浜松市はユニバーサルデザインに対して先進的な取り組みをしているんです。へー、知らなかったですけども、はい、その浜松市ユニバーサルデザイン条例ってこれどんな条例があるんですか。はい、市民、事業者、そして浜松市の3社がユニバーサルデザインに対して同じ考え方を持ってそれぞれの役割を明確にすることにより、すべての人が安全安心で快適に暮らすことができる社会を築くことを目的としております。まず市民の役割としては、市民は街づくりの主役としての認識を持ち、ユニバーサルデザインへの理解を深め思いやりの気持ちを持つこと、また事業者は地域社会を支える一員として市民が働くことのできる職場環境の確保や
雇用の推進に努めることが役割となっております。なるほどね。どちらか一方じゃなくて、市民も事業者も思いやりを持って隔たりなく公平に取り組もうというのが、そのユニバーサルデザインの考えということですよね。そうなんですね。なるほどね。そして市のこの役割は、浜松市としては、施設の整備あるいは施策の推進のほかに、学校教育や社会教育でユニバーサルデザインの普及に努めております。普及に努める、実際にどんな教育をしてるんですか。気になっちゃいましたか、はい、ということで今回もこの方がですね、学校教育の現場に向かってくれております、はい、平尾さん。はい、平尾のりこです。現場取材はどーんと私にお任せくださいね。ということで今日はユニバーサルデザインの教育が学校でどのように行われているのか検証しに、双葉小学校にやってきました。ご案内いただくのはこちらの方です。ユニバーサル社会男女共同参画推進課の田中勤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はどんな授業が行われるんですか。はい、こちらの双葉小学校は、はい、南小学校と高砂小学校が統合して新しくできた小学校なんです、はい、こちら南小学校の敷地に新しく、校舎を建てましたが、その2年間の間ですね、子どもたちは、高砂小学校で勉強をしていました、はい、ですのでユニバーサルデザインが取り入れられた新しい校舎と古い校舎が両方あります、はい、今日は子どもたちがその新旧の校舎を比較して、どこがユニバーサルデザインになったかを勉強するということでやってきました。あ、まさにじゃあ比較をしながら現場で生きた授業を体験する、はい、ということなんですね、はい、楽しみです。なんでダンスあるんだろう。なんで何のためにこれ動くじゃん。あれ、シーンの。あ、動くね。動くね。でもこれ動く。あ、ジュリーンって。あ、一緒に映ってる。よし、これ。身長は28.5センチ。って書いてる。じゃあ、まさに。違うとこはさ、ミシン。足を。ダンスゴール。それじゃあ、バカイキューだ。いや、子どもたち意外と積極的にかつ楽しそうに探してましたね、はい、はあ、こうした学習対応っていうのは頻繁に行われているんですか。はい、浜松市では学校や市民グループの皆さんからご依頼をいただければ、はい、ユニバーサルデザインについてお話をさせていただく出前講座を実施しております、はい、昨年度は1年間で35回の依頼があり、2900人の方にユニバーサルデザインの考え方をお伝えすることができました。その他、小中学校への学習資料の配布や市の施設のユニバーサルデザイン見学など、子どもたちに興味を持っていただける働きかけをやっております、うん、本当に子どもたち生き生きと学んでましたけれども、こうした学習対応を通して子どもたちに学んでほしいこと、伝えたいことって特に何かあるんですか。はい、ユニバーサルデザインを学ぶ中で、はい、周りの人を思いやる気持ちを持ってもらいたいと思っております。大事ですね。子どもたちにユニバーサルデザインを伝えるときに、みんなの周りにはいろいろな人がいて、いろいろ困ってしまうことがあるんだよということを伝えています、はい、そしてみんなにもできるユニバーサルデザインがあるんだよということを伝えています。例えばバスや電車でお年寄りや妊婦さん、体の不自由な方に席を譲ることや、視覚障害者誘導ブロックの上に自転車を置かないなど、当たり前なんですけれども、こういったユニバーサルデザインを学ぶことでモラルのようなものもですね、学んでいただきたいと思っております。確かに大事ですよね。バスや電車でまず席を譲ろうという気持ちを持てるかどうかと、そしてそこから一歩譲ってあげようとこう、うん、踏み出せるかどうか、私たち大人でもなかなかできないですもんね。そうですね、なかなかこう実際に思っても声をかけるっていうのはとても勇気がいることだと思います。そうなんですね。ですが、そこの心のバリアをですね、はい、何とかして、行動に移してほしいなと思います。うん、建物とか道路をユニバーサルデザインで整備するのは、はい、まあ、比較的簡単でありますけれども、はい、こういった心のユニバーサルデザインっていうのを浸透させていくっていうのは、こういった学校教育や社会教育っていうのがとても重要になると思っております。本当ですね。心のユニバーサルデザインイコール相手を思いやる気持ちを養うっていうのは、ちっちゃい頃からやっておくのは大事なことですね。それでは授業を受けた生徒さんたちにお話を聞いてみましょう。皆さんこんにちは。こんにちは。元気がいいね。では新旧の校舎でユニバーサルデザインの違いを見つけた人。は
お、たくさんいますね。段差が、旧校舎はあったりしたけど、こっちの校舎はほとんど段差が少なかった。旧校舎は電気をつけるところが小さ、スイッチが小さかったけれど、新校舎は大きいところが多い。トイレのところに入るときに目の悪い人はスリッパが履かなきゃいけなかったけど、去年のところはそれなのに、今年のところは上靴で入れるから段差がないし楽。旧校舎では教材室っていうか特別室の表示の横に英語の表示もされていて、外国人が来てもすぐ分かるようにされていたので、向こうの校舎にもいいところがあるなと思いました。今の校舎は目の不自由な人でも手を触れれば自動で出てくる水道だったのでいいと思いました。じゃあちょっと次のグループに感想も聞いてみましょうか。この学校には若葉さんとか障害者の人とかもいるから、すごく楽に使えるといいと思います。僕たちが知らないところでもユニバーサルデザインはたくさんあるということが分かりました。どんないいことができるといいな。私はどんなことを心のバリアフリーとかしていこうかなと思う。普通の、運動とかできる人も、目の不自由な人とか耳の聞こえない人とか足とか手が不自由な人でも、みんなと同じように生活できたらいいと思います。なんかちょっとちっちゃい子とかでも、なんか使いやすいように、なんかちっちゃい子とかが使いやすそうな本を下に置いたりして、なんか使いやすい風にしていきたい。あ、いいね。上級生としては素晴らしいね。不自由な人とかそういう人たちにも優しくしていきたいと思いました。障害者の人はまだ使いにくいかもしれないから声をかけてあげたりしたい。いい授業だ。素晴らしいご意見でした。みんなユニバーサルデザインありがとう。なるほど、心のユニバーサルデザインなんですね。いろいろ考えてしまいますね。今日は、そのユニバーサルデザインについていろいろお話を伺ってきましたが、その国際会議が浜松市で行われると。はい、10月30日から11月3日の5日間、第3回国際ユニバーサルデザイン会議2010 in 浜松がアクトシティ浜松をメイン会場に開催されます。人と地球の未来のために持続可能な共生社会の実現へ向けてというテーマのもと、基調講演、パネルディスカッションなどを行う公開シンポジウムや本会議が行われます。一般市民の方が参加できるのは公開シンポジウムのみですか？いえ、公開シンポジウムの他に展示イベントホールにおいて企業展示などが行われ、最先端のユニバーサルデザインに触れていただくことが、また無料でご覧いただくことができます。こちらには企業展示のほかに地元のユニバーサルデザインの取り組みを紹介する浜松ホットコーナーを設けます。市民力で地域の絆再生をテーマに、市民、事業者、大学、行政などの共同により作り上げてきた地元のユニバーサルデザインの活動を披露するとともに、多様な方々との交流の場を設け、国内外に広く情報発信することでユニバーサルデザインの一層の普及浸透を図ることを目的に開催します。具体的にはどのような催しになるんですか？はい、まずステージを設けまして、そこでユニバーサルデザインの推進に取り組まれる市民団体の活動を紹介します。また音楽やダンスなどの市民パフォーマンスもあり、楽しみながらユニバーサルデザインに触れることができます。その他、小中学校による学習発表、大学などの研究発表、講演会などのフォーラムも予定しております。また誰もが楽しめるユニバーサルスポーツやゲーム、街中のユニバーサルデザインのポイントをめぐる探検ラリーなどの体験イベントも行います。その他、地元企業や大学、 NPO が出展する展示ブースもありまして、
さまざまなユニバーサルデザインに気軽に触れることができますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。まあ、これまでユニバーサルデザインを全く知らなかった方だとか、まあ、ちょっとは知ってましたよという方も、今回のこのイベントを入り口としてこう考えてもらって、参加してみる、触れてみるというのも、ある意味この心のユニバーサルデザインの一歩なのかなというのも思いますよね。そうですね、ぜひご来場いただきたいと思います。浜松ホットコーナーに出展される団体をですね、またしても平野さん、最近2回枠を取ってくるんですけどね取材に行ってくれています。呼んでみましょう、はい、平野さん。はいはい、2度目の登場、平野のりこです。そんなに喜ばないでくださいね。さあ、今回は浜松ホットコーナーに出展される団体の一つ、静岡大学情報学部にお邪魔しています。お話をいただくのは原井川智博さんです。よろしくお願いいたします。まず静岡大学情報学部というのは普段どのようなことをされているんですか？情報学っていうのは、はい、コンピューターを世の中に生かす学問なんですね、はい、で私のところでは福祉にコンピューターを生かす研究をしてますね。ということで今回浜松ホットコーナーに出展あるんですよね、はい、そこではどのようなものを展示されるんでしょうか？バーコードを読み取って、はい、その中身を目の見えない人にお伝えするという装置です。ちょっとこちらにちょっとした機材がありますけれども、まずはこの機械の説明からお願いいただけますか？はい、これがバーコードリーダーです。はい、で、ここにパソコンがあります、はい、でここでスキャンしたバーコードがこのパソコンに届いて、うん、でこのパソコンがインターネットに商品の情報を取りに行きます、はい、でこのパソコンがその取ってきた情報を音声で読み上げます。あ、音で商品の情報を最終的に聞くことができると、はい、いうことなんですね。じゃあちょっと私やってみてもいいでしょうか？はい、いくつか商品がありますが、じゃあここのバーコードを私は読みます。バーコードトーカーの文字入力、わるちゃん、ちいわかいきつねうどん、にしカップ麺、かつおのだしを効かせた風味豊かなつゆに、滑らかでコシのあるうどん、味の染みた大きなお揚げが自慢です。結構詳しく説明してくれるんですね。この情報はどこから取っている情報なんですか？はい、情報自体はメーカーが入力しています、はい、そうなんですね。それをまた耳で聞けるというのは結構分かりやすいですね。ただ私一つ疑問に思ったんですけれども、まあ、こうしたバーコードの位置っていうのは分かりにくいですよね。そうした場合はこういう円筒形の容器っていうのは、はい、丸いので、スキャナーを当ててくるくるっと回すと実は読めてしまったりします。くるくるっと回していって、バーコードトーカーの文字入力、無糖塩、濃いお茶、緑茶、日本茶、麦茶ドリンク、まあ、意外にね簡単なことで物事解決することって多いんですよ、はい、例えば、このバーコードのところに、買った後にセロハンテープを貼っておいただけでも場所分かりますよね。あ、確かにちょっとした突起ができますもんね、うん、そうですね、はい、だからこういうのをお店が貼ってくれたり、はい、あとは、はい、まあ、缶もいろいろあるんですけど、こういうその横向きについてるバーコードを縦向きにする、はい、のはお金かからないじゃないですか。だからメーカーが協力してくれると随分読みやすくなります。それから、うん、同じバーコードでもこれ、スチール缶ですと継ぎ目がありますよね、はい、で継ぎ目のすぐ隣に置く、それからあとはその、ペットボトルだったら、分別用のミシン目のすぐ隣に置くだとか、あ、そうした決まりができれば、そうですね、随分読みやすくなると思いますね。そうですね、うん、まあ、少し困るのはお菓子の箱とかなんですけど、はい、お菓子の箱ってのは結構バーコードの位置ってまちまちなんですね、はい、でもこれお菓子の箱ってどうやって作られるかご存知ですか？いやー、見たことないですね。あのですね、プレスっていうんですけど、はい、上と下からこう刃物のついた型をバーンって当てて、はい、こういう展開図の形にくり抜くんですね、はいはい、でその時に、箱を組み立てやすいように折り癖の筋をつけてるんです、うん、だこの筋をつけるための、型が同時にあるんですけど、はい、それを使うとこの周りに筋つけるのって簡単ですよね。本当に私たち個人個人、まあ、企業さんとかがちょっとした努力で分かりやすくできるんですね。はい、そうしたことを今回このね、ユニバーサルデザインの会議でいくつか見れると思うんですけれども、その会議の中で一番お伝えしたいことってどんなことになりますか？まずそのバーコード
まあ、見えないから使えないんじゃないかっていうふうに皆さん思ってると思うんですけども、はい、実はいろんな工夫で乗り切れるんだということを知ってほしいですね。で、情報学部っていうのはコンピューターの前に向かってこうずっと何かやってるイメージあると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて社会にコンピューターを生かすっていうのは実はそのお金をどんどん投入すればいいのではなくて、うまく回っていくようなモデルを見つけること、そしてそのモデルに対して、コンピューターを活用することっていうのがやっぱ大事だと思います。そうですね、まさに本当に心のユニバーサルデザインを皆さんに知っていただく、はい、いい機会ですね。そうですね、はい、楽しみにしております、はい。まあ、今回ユニバーサルデザインをテーマにお話ししてきましたが、原さんどうでした？今回携帯電話とかあとシャンプーとかそういった身近なものにも隠れてるんだなということが発見できてとても勉強になりましたし、また今までよりもぐっとユニバーサルデザインを身近に感じることができました。なるほどね。いや、ユニバーサルデザインでその、まあ、僕たちが病気や怪我で助けられる時っていうのもあると思うんですけど、間違いなく人間って年を取っていくわけじゃないですか、その年を取ってそのユニバーサルデザインに助けられるっていう時がきっとね多々あると思うんですよね。例えば本当はもうちょっとこう手すりが長かったらよかったのにとか、本当こう細かいこと今の僕たちでは気づけないけれども、やっぱりその、ユニバーサルデザインというものをもっと早い段階で僕たちが理解して普及していくことによって住みよいその街づくりっていうのが今後どんどんできてくるんだろうなということで、やっぱりねその国際ユニバーサルデザイン会議ですか、はい、やっぱり僕たちも足を運んでその何かこうヒントというか今の現状を知らなきゃいけないですよね。そうですね、ユニバーサルデザインは困る人が少なくなるようにという基本的な考え方なんです。でそこには人を思いやるというそういった気持ちが大切ですし、そこからいろいろなユニバーサルデザインが生まれてきたわけなんです。今年はユニバーサルデザイン会議が行われます。ぜひご来場いただきまして、今の自分に何ができるのか、こういったものを考えるきっかけにしていただきたいというふうに思います、はい、そしてユニバーサルデザインの取り組みを先進的に取り組まれている市民の皆さん、そういった皆さんの力、市民力って言っておりますけれども、これを発揮していただきまして、いつか物や心のバリアがなくなる日が来るのを願っております。そうですね、今日松尾さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。